はい、お疲れ様です。マッピーです。鬼滅の刃コラボ第2弾記念ガチャ、新ゴマップ回していきます。はい、鬼滅の刃ね、第2弾やってきたってことで、もう大量に新ゴマが追加されてね、いろいろとよりどり緑、黄緑、白緑の目白押しなんですけど、個人的に欲しいのは甘露寺みつりちゃんと無一郎&雄一郎と、まあ、あとは低コス環境とかで使いそうな無惨様とか、あとね、実は玄野が欲しかったりする、ちょっと流血使ってみたいみたいなとこもあってね、はい、いろいろ欲しい子もいるんですけど、とりあえず英語マンはね、全部回収しておきたいという気持ちもありつつ、こいつを引いて、で最悪ね、この鬼滅のかけら交換所があるんでね、これで好きなキャラと交換できるっていう、本当もう出血大大大サービスがあるんで、まあ、皆さんね、鬼滅の刃好きでね、このコマが欲しい、性能とか関係ねえって人はね、それを狙ってみてもいいのかな。で、鬼滅の刃ね、今回第2弾ってことなんですけど、第1弾の時に登場していた鎌田炭治郎や、まあ、善逸とか義勇とか、あと渦井天元とかね、結構強い子もいるんで、まあ、興味ある人はこの辺を交換してもいいのかなというふうに思います。ということで引いていきます。で、今回松パックも変わってきたんでね、はい、もう松パック合わせるとかけらも使ってね、欲しいキャラ大体出てくれるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、もちろんガチャチケットなんかもあるってことで引いていきますか。じゃあこいつから引こうかな。このしょっぱめのね、チケットから紹介していこう。これコラボ確定のやつかな。英語マとかも出てくれるんですかね。あと今回コラボなんで確定演出なんかも見られたら熱いなっていうふうに思うんですけど、どうでしょうか。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。うい、神崎葵来ました。まあ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 、英語マはね、俺全部回収するっていう勢いはね、その気持ちだけで、気持ちは強いんで、ちゃんと回収しようと思ってる。英語マはね、 S ゴマは、まあ、出たら嬉しいなってキャラっていうか、なんか性能的に欲しいキャラいるけど、基本的に俺鬼滅結構好きなんで、何出ても嬉しいとこあるよ。まあ、鬼滅って、いやもうこの後に及んで鬼滅の刃全く読んでませんよって人っていたりするのかな。どうなんだろう。あんだけ社会現象を巻き起こしてたからさ、大体の人は見てると思うんですけどね。ってことで松パック引いていきたいと思います。もう俺もだって鎌田炭治郎という主人公の名前しか知らない状態で劇場版見に行ったんですよ。無限列車。なんか知らんけど、周りの人めっちゃ泣いてたんで、俺もなんかもらい泣きで死ぬほど泣きましたね。嬉しい嬉しい嬉しい。オッケーオッケーオッケー。よーし、これは嬉しい。双子の兄弟、無一郎、雄一郎。これ嬉しいね。これ俺はね、こいつをね、ラウナスとかで使おうかなって勝手に考えてます。はい。混合で使おうかなって思ってるんですけど、まあ条件が混合なんでね。で、ちなみに今回のガチャなんですけど、この第1弾がピックアップされてるっていうやつもあるから、まあ、人によってはこっち引いても面白いのかなっていうふうに思ったり、あとね、なんか陣の変も来てるな。これちょっと引いちゃう？これやっちゃう？今鬼滅の刃ね、第2弾と同時にね、この超ゴマ強ゴマパレードも陣の変に差し掛かったってことで、ちなみにこの陣の変も実はめちゃくちゃ熱い。今リセマラするんだったらこれだと思ってる。だってさ、この陣の変見て、トゥールだとフェルノと出るんよ。ペトラも出ちゃう。だから今ね、これ熱い気がする。これ熱いと思う。これ陣の変結構熱いんでね、ちょっと引いてみようかな、久々に。さあ、うぃー、8周年のかけら。まあ、これはね、みんな1回だけ引けるこの 56% ガチャってことで、S ゴマの排出率がバカみたいに上がってますよ。でも俺別に欲しいの、あれ待って、欲しいのあるっけ。あ、シェラハ欲しいわ、シェラハ。俺シェラハ持ってねえわ。まあ、一応引いとくわ。一応、おいしょしょし、この S ゴマの数、これシェラハ出たら激アツ。飛び上がる。飛び上がる。フェルグ。で、フェルグ出るってすごくない？これフェルグ出るってめちゃくちゃいいガチャだな、冷静に考えて。まあ、俺フェルグ2体持ってるんですけど、まあまあまあいいでしょうってことで、オッケー。じゃあ引いてきますか。この信号マップですね。で、今無一郎雄一郎出たから、このガチャでみつりちゃんとか出てもろてって感じかな。あと交換何にするかちょっと全然ね、考え中なんですけど、さあお願いします。無惨様がな、低コス環境で強そうではあるんだけど、必須とまで行くかどうかっていうのがちょっとね、怪しいところ。まあでも、おいおいおい、鋼塚さん。ありがとう。OK。英語マはね、マジでもう全部欲しいから。英語マだけでも、このガチャで最終的には全部コンプリートしておきたい。S ゴマがね、その上で出てくれれば、美味しいかなって思ってるんですけど。さあ、ちょっとね、コマ箱今パンパンで、コマバンク送りになっちゃってるんですけど、コマバンクというか、一時保存状態になってるんですけど、まあ一回ね、うん。しっかり保存して、後から回収するんで。で、S ゴマが全然出てこないっていうね。よし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 。あ、いやね、俺このみつりちゃん強いと思ってんだよな。これね、嬉しいですね。よしよしよし。
あれ英語ももしかして、いやあと言って出てないはず。英語はこれあれか、あ、ウブ屋敷さん出てないんだ、鬼殺隊当主。ウブ屋出てないのか。オッケーオッケー、すい。あー、なんか確定の演出とか全然見られないな。もっとなんかね、バチバチって来てくれていいんですけどね。お願いします。はい、 SS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 、 うん、 BABABA、 うん、まあまあまあ、うん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 、オッケー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 。まあここまで力を、ちょ、オッケー、分かった、俺の心がすさんでるから悪いんだ。陣の変とか言っちゃったからね、そういうことが。全然出ないわ、ちょっと一回心落ち着かせますわ。ちょっとね、このコマバンクの乱れは心の乱れ、こんだけコマバンク埋まってるっていうのはね、ある意味心ちょっと乱れまくってるんで、ちょっと一回チルですね、ちょっと一回チルらしてもらおう。この辺預けとくか、一旦預けよ、一旦預けよ、このレベル1とか一旦預けよ、一旦預けて、で君たちもちょっと一回このコマバンクというのをちょっと一旦ちょっと豚箱送り、一旦豚箱送りして、でちなみにちょっと気になるから一応見とくわ。鬼滅の刃ポイント、あ、15引いたら確定1なんかもらえるのか。ちなみに第1弾は、第1弾12でもらえるんだ、へえへえ、おもろいやん、おもろいやん、なるほどね、オッケー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 。まあそう考えたらかなりね豪華なコラボだよね。第1弾だって、第1弾の時からさ全員の柱が出てくるって、なんか、おい、なんか入ったよ、入った、これあれじゃん、日輪刀をさ、なんかあれこれしてくれる人のあれじゃん、じゃなかったっけやべ、ちょ、鬼滅久しぶりだな、俺読んだの3年前とかだもん。さあ S1S2、 でもこれ確定演出っぽいよね、何かしら出てくれ。いや違う、あれだ、あれだ、派手じゃない方の渦井だ、派手じゃない方の渦井と、おお、しかし主人公ね、オッケー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 、あれ、とりあえずこの絆はみたいなですね俺ちょっと花江夏樹ボイスちょっとできなすぎるんですけどいいね、いやでもいいね、カマタンからの渦井ね、え、俺この派手派手の渦井持ってんだよね、でも全然性能は派手じゃないっていうね、めちゃめちゃ性能地味なんですけど、あのチャージの渦井ね、めちゃめちゃ派手な性能なんですけど、まあまあまあそんなわけで、よし、おい、サービスラストのこのサービス11連でもさらにそのお面を見せてくれると、ありがたい。いやでも主人公出たんか、俺ゲンヤ欲しいんだよな、意外とゲンヤが欲しかったりします、実はちょっと流血使ってみてんだよな、2枚3枚4枚、え、出すぎ出すぎ出すぎ、ちょ、もう心が持たないよそんなことになっちゃうんだ、めっちゃ出た、炭治郎と雄一郎も一郎、まあその辺は持ってるけど玉子も出て、でさらにもう1枚、あー、これすごい引きじゃないこれこれ結構すごい引きじゃない、4枚も出てきたんだけど、まあでも玉子出てきたのか、まあ玉子嬉しいね、これオーラスキルなんでね、はい、まあね、かぶったけど、まあいいかな、ちょっとマツパックでかぶっちゃったのね、若干しゃばいけど、まあ一旦この辺にしとくか、ちょっとどうしよっかな、交換ミツリかムザンか、今んとこミツリかムザンかなんだけどどっちにしようかな、いやミツリもいいな、でもムザンもいいな、でもムザンもね、いや俺ムザンね、カタログスペックだけ見てたら他のなんか S オーラでいいかなって思ってるけど、どっかのタイミングでなんかカップでこいつクソ強いじゃんってなる可能性もあるからね、マジ難しいとこ。まあそんな感じですかね、ちょっと今回ね駆け足で引いてきたんですけど、まあ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 、言うてね、このガチャね今かけら使って引いてきたんですけど、例えばこれじゃねえや、これでなんか11連チケットとかもらえたりするんで、実はだからまあそれの結果までちょっと待っていくっていうのも全然ありだと思うので、ただ今回とりあえずね、いろいろと出てきたんで、またガチャで、まあガチャっていうかガチャ引いてきて今動画にしようと思いますんで、よかったら高評価チャンネル登録などなどよろしくお願いします。この後ちょっと何かしら動画撮ろうと思ってるんでね、よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。この動画面白かった人は高評価チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。